化身、渡辺淳一。旬夜。新幹線が、多摩川を渡って、東京都内へ入った時、街は、すでに暮れかけていた。秋葉大三郎は、この時刻の東京が好きだった。すでに、六時に、近く、ビルの窓や商店街の一部には、明かりがつき始め、道を行く車の多くは、スモールランプを灯している。大都会が、今、昼から夜に変貌しようとしている。 4月の初めにしては、少し日の暮れが早いのは、上空を覆っている雲のせいに違いない。それでも、西の方はいくらか風があるのか、ところどころ雲が途切れ、そのあたりだけ赤く染まっている。午後、京都を出るときは雨が降り始めていたが、本格的な雨雲が、箱根を越えて東京へ来るまでには、まだ少し間がありそうである。秋葉は、月に、二度、大学の講義で京都に出かけるが、 その帰り、品川を過ぎて、都心部のビルが迫ってくるのを見ると、ようやく東京へ戻ってきたと、一息つく。よく、東京の人には故郷がないと、言うが、夕闇の中に喫立するビルの姿は、まさしく、都会という故郷が持つ、懐かしい情景である。今、その全面ガラスで覆われたビルの一隅に、赤ね色の雲が映っている。その一黒のまだらの模様を眺めながら、秋葉は、 東京駅へ着いてからのことを考えた。このまま、まっすぐ、渋谷の家に帰るには少し心残りである。せっかく都心を通るのだから、どこかで食事をし、軽く飲んで帰ろうか。春のぬくもりをはらんだ夕暮れの街は、通り過ぎていくには押しすぎる。だが、一人で食事をするのは、いささか味気ない。馴染みの店で、板前を相手にという手もないわけではないが、混んでいては、 相手の方で迷惑かもしれない。窓を見ながら、秋葉は、東京駅の近くにいる友人の顔を順に思い出してみる。だが、いずれも、50前後の働き盛りで、忙しい男たちである。これから駅について電話をしたところで、果たして会社に残っているか、たとえ残っていたとしても空いているとは限らない。こんなことなら、京都を出る前に電話でもしておくべきだったが、暮れていく街を見て、 急に思い立ったのだからいた方ない。軽い悔いとともに、秋葉が、有楽町のネオンを見ていると、ノ村ムラの顔が浮かんできた。ノ村ムラは、秋葉の高校時代の同級生だが、今は、大手の家電メーカーの広報室長をやっている。文芸関係の評論をやりながら、時に、大学に講義に行く秋葉とは、およそ、別の世界にいるが、それだけに気軽に会うことが多い。忙しい男だが、 あの男ならいるだろう。秋葉は、そう自分に言い聞かせながら、ノ村の後ろに、もう一人の女の顔を描いていた。名前は忘れたが、頼りない女という印象だけは、妙に鮮やかに残っている。列車が東京駅に着いたのは、帝国の6時18分だった。秋葉は、茶のスーツに、肩にマフラーだけをかけ、右手に、小型の旅行カバンを持って、ホームに降りた。4月の新学期を迎えて、 新しく大学に入った学生や、それに付き添う母親たちの姿が目立つ。ホームの中ほどには、転勤していく人を見送るらしい一団が輪を作っている。秋葉は、それらの人混みの間を抜けて階段を降りると、新幹線の改札の左手にある公衆電話の前に立った。野村平太の会社の電話番号を確かめ、プッシュ本を押すと思った通り、野村は会社にいた。今、東京駅にいるんだが、 今夜は空いていないだろうな。急に思い立っただけに、空き場のいい方は、おのずと停止制になる。これから、あるメーカーのパーティーに出なければならないんだが、どうしたんだ。別に用事はないんだが、このまままっすぐかに帰る気にもなれなくてね。8時過ぎなら開くが、それまで待てるか。8時というと、これから2時間である。それくらいなら、どこかで潰せそうである。じゃあ待とう。 銀座でいいんだろう。もちろん、その方が近い。あの子は何と言ったかなちょっと田舎臭くて頼りない。頼りないサバの味噌煮を食べたいと言った。わかった。里見だ。里見がどうかしたのか。彼女のいる間。いきなり、クラブの名前を言ったので、ノ村ムラは驚いたらしい。里吉に気があるのか。いや。 ただ、この前聞いた話が、ちょっと面白かったのでね。秋葉が聞いたのは、能村が、里吉を食事に誘った時の話である。特にくどくというわけでもなく、何、気なく誘ったらしいが、その時、里吉は、サバの味噌煮を食べたい、と言ったらしい。駅の裏か、大学の近くの一膳飯屋ならともかく、銀座に、サバの味噌煮を食べさせるところはないからな。里吉を前にして、 ノ村ムラは苦笑した。だが、秋葉は、その話に、少し感動していた。派手な女性の多い銀座で、サバの味噌煮を食べたい、という女は珍しい。秋葉は、その女の素朴さに惹かれたが、その時はそれだけで終わった。銀座並木通りの角に、外国の高級ブランドの商品だけを扱っている店がある。クラブ、ま、ま、そういえば、ここのママはやや丸顔で、 かつて、ジョーフマノンに主演したセシル・オーブリに似ていなくもない。秋葉は、エレベーターを降りると、店の前に立ち、扉の右手にある小さな文字盤に、目を移した。もともと、この店は会員制だが、中に入るには、この文字盤の中から、決まった文字を選んで、指で押さなければならない。風の中の羽根秋葉は、つぶやきながら、風台中台羽根と、文字を覆う。この六文字が、 いわば暗証文字で、押し終わると同時に、内側から、ドアが開く仕掛けになっている。この言葉も、ベルディの、風の中の羽のように、いつも変わる女心の一節から、取ったことは明白である。言い換えると、それを承知で入ってきてほしい、というのが天使の気持ちなのかもしれない。店はクラブといっても、ボックスは、奥に二つあるだけで、縦に、長いフロアの中央に、S 型の大きなテーブルが置かれ、 客たちは、その周りに、カウンターのような感じで座り込む。もっとも、客同士が顔を合わせないように、テーブルの中央に、柱やボトルの小棚を置いて、巧みに隠蔽している。夜のクラブは、男の遊び場とはいえ、入る瞬間は、いささか緊張する。ドアを開けると、すぐ、ボーイが、いらっしゃいませと、声をかけてくれるが、同時に先に来ている客たちが振り向く。 その中を奥の席に向かう時の態度は人様々である。何か恥ずべきことでもしているように目を伏せて入ってくる者がいるかと思うと、俺はここは馴染みだと言わんばかりに状態を逸らしてくるのもいる。また知っている客がいるのではないかと探る眼差しで入ってくる者も,もいる。できることなら秋葉は自然体で入りたい。だが、農村に二度連れてこられただけの馴染みのない店だけに つい固くなる。お一人ですか後で、ノームラが来るはずだけど、ノームラの名を聞いて、ボーイは納得したらしい。S 型のカウンターの奥まった席に案内してくれる。ボトルは、ノームラさんのでよろしいですね。ボーイは、そう言って、氷とミネラルウォーターを準備する。まだ8時前なのに、店はかなり混んでいる。 若い子綺麗な女性を集めているところが受けているのかもしれない。クラブでは、席に座ってから、女性が来るまでが落ち着かない。特に一人では手持ちぶさたである。こういう時、多くはタバコをくわえて、その場を取り繕おうとする。秋葉も、タバコをくわえて、ライターで火をつけようとした時、後ろで、ごめんなさいという声がした。振り向くと、ママがライターを差し出している。お珍しいわね。 お一人でいらっしゃるなんて。8時に、ノ村ムラと、ここで約束をしているんだけど。ありがとうございます。秋葉さん、でしたよね。ノ村ムラと二度しか来たことがないのに、名前を覚えているとは、さすがママである。秋葉は、背広の内ポケットから名刺を取り出した。今日は、僕の方に付けといてください。でも、ノ村ムラさんで構いませんよ。どうせ、 あの方は毎晩飲んでるんですから。いや、今日は、こちらから、行きたいと頼んだのだから。ママは笑ってうなずく。まだ、三十を少し出たくらいかと思うが、若い女性たちの中で、一人だけ和服を着ているせいか、落ち着いて見える。顔は際立って美しいというわけではないが、豊かな表情の中に、聡明さが垣間見える。わざわざ来ていただいて嬉しいわ。どなたか。 お好みの子でもいらっしゃいますかそんなわけでもないんだが。秋葉は、ゆっくりタバコをきつってから、気がなさそうに言った。この前は、里吉という子だったかなそれじゃあ、その子をお呼びしましょうか。ママは、王位を手招きして、里吉にこちらに来るように告げた。秋葉さんは、大学の先生だったんですね。一応、そういうことになってるけど。 名刺にある大学の教師の方は気まぐれで、本来の仕事は文芸評論の方だが、そこまで説明することもないと思って辞めた。こんなところに、あまり来られる身分ではないんだ。そんなことはないでしょう。ママは言葉で否定したが、内心では、案外、そう思っているようでもある。里美ちゃん、こちらよ。強引に連れられてきた女が、少し戸惑った表情で頭を下げた。間違いなく、 この前、隣に座った子である。じゃあ、ごゆっくりなさってください。ママが立ち上ると、あとは、里吉と二人だけになった。秋葉は、自ら指名した照れくさ,さを隠すように、一つ空席をしてから、改めて里吉を見た。今日の里見は、胸元に白い飾りのある黄色と、茶のチェックのワンピースを着ている。前回来た時はグレーのワンピースだったから、それから見ると、だいぶ派手にはなっている。 多分、ママに、少し目立つものを着なさい、と言われたのかもしれない。だが、チェックの絵は、いかにも田舎臭いし、胸元の白い小りも、赤ん坊の胸掛けに似て、お世辞にもセンスがいいとは言いかねる。小柄なだけに、このまま街を歩かせたら、田舎から出てきたばかりの大学生と思われかねない。やはり、この子には、サバの味噌煮が似合うのかもしれないと、秋葉は内心苦笑する。この前、 ノ村と一緒に来たけど、覚えているかなわかってます。あそこに座ったでしょう。里吉は、後ろのボックスを指さす。確かに、その席に、秋葉は、里吉と隣り合って座った。はじめは、なんとさえない女なのだろうと思ったが、眺めているうちに、意外に目鼻立ちが整っていることに気がついた。と言っても、特別美人というわけではない。ただ、 鼻も口も、すべて、小ぶりで小さくまとまっている。秋葉が特に惹かれたのは、肌の白さであった。胸元は、リボンで締めて覗けなかったが、化粧気のない顔や、グラスを持つ指は、透き通るように白い。君は貧血じゃないのか、と冗談めかして聞いたが、里吉は、真面目な顔で首を横に振った。当然のことながら、その肌の白さも、こじんまりとしているところも、 前回の印象と同じである。まだ、ここへ来て、新しいんだろう。一ヶ月です。じゃあ、この前は二日目だったのか。能村と来たのは、確か、10日くらい前であったから、そういう計算になる。銀座は初めてそうです。生まれは北海道です。秋葉は頷いた。肌の白さといい、元気ないものの言い方といい、 いかにも北海道の女らしい。何か飲んだら、あまり、飲めないんです。でも、少しなら大丈夫だろう。里見が腕を伸ばして、テーブルの上にあるボトルを取る。瞬間、耳から首への線がかいま見える。地座も白く、甲の怠けが、シャンデリアの明かりで光っている。秋葉は、それを見ながら、白い地座が赤く染まる情景を頭に描いてみる。無論、里吉は、 秋葉がそんなことを考えているとは、思ってもいないようである。ウイスキーの水割りを作ると、あとは退屈そうに座っている。高い金を取るのだから、女の方から座を取りなすべきだが、それを里吉に求めるのは、少し酷かもしれない。北海道は、どこに住んでたの手持ちぶさたを隠すように、秋葉がタバコを加えると、里見がマッチをこすった。に、三度こすり直して、 火を近づける仕草もまだぎこちない。箱館です。箱館か、あそこは美人が多い。箱館から松前、江差しに至る一帯は、北海道の中でも特に美人が多いところだと秋葉は聞いていたが、一度箱館に行った時、駅前でカニを売っていた女の子が、綺麗なのに驚いた記憶がある。そこから、まっすぐ東京へ出てきたのか。千葉に少しいました。今、家はどこ 勝時橋の先です。銀座に勤めている女性は、青山や四谷のあたりに住んでいる子が多いが、最近は、銀座に近くて、比較的部屋代も安い下町の方にも増えたらしい。マンションか。はい。じゃあ、結構、お金がかかるだろう。でも、ここのお店の部屋ですから。なるほど、この頃は、店が住むところまで、用意してくれるのか。会話を交わしながら、 秋葉は、里吉と二人だけで会うことを考えた。特に、ノ村に遠慮することはないが、誘うなら、彼の来ないうちの方が話ししやすい。だが、いざ切り出すとなると、緊張する。クラブの女性に、デートを申し込むだけなのに、固くなるとは、どういうことなのか。相手は、まだ東京に出てきて、一ヶ月しか下手、ない女である。秋葉は自分に呆れるが、その若いところが、 帰って気になるのかもしれない。里吉は、この前来た時、23だと言っていたから、49歳の秋葉とは、親子と言ってもいいくらい、年齢が違う。そんな女に、恋をかけるのは初めてである。勝時橋からなら、店まで20分くらいかかるかな。秋葉は、気持ちとは、まるで、別のことを聞いた。夜、空いている時は、10分くらいで帰れます。そこのマンションに、 一人でいるのそうです。こういう仕事に入って日が浅いせいか、里吉の答えは、簡潔すぎて、話の継ぎようがない。秋葉は、グラスを持ち、中の氷を軽く揺らせてから聞いてみる。彼氏と会ったり、しないの里吉は、はっきり首を横に振る。その気まじめな否定の仕方から、まず本当と思って間違いないようである。じゃあ 食事は、ほとんど外で食べるのいいえ、大抵化で作ります。何をいろいろと、そこから、先は、あまり答えたくないらしい。もう一杯、もらおうか。秋葉は、残った水割りを飲み干して、グラスを差し出す。里吉は、それを受け取ると、グラスにウイスキーを足し、氷と水を入れて、マドラーでかき混ぜる。その手元を見ながら、 秋葉は、まるで他人事のように言ってみた。今度、一緒に飯でも食べようか。瞬間、里吉は、マドラーでかき混ぜる手を止めると、わからないといった表情で、秋葉を見返した。君の好きな、サバの味噌煮でもいいけどね。本当ですか。もちろん。土、日か、平日でも構わないけど。里吉は、まだ、不思議そうに秋葉を見ている。 光の加減か、近くから見ると、軽いおでこのようである。どうしただって、あんまり突然でおかしいから。おかしいか。だけど本当だ。今週の土曜日はどうだ。何か用事があるいいえ。じゃあ、土曜日の夜、6時頃にでもしようか。君が一番わかりやすい場所はどこかなまだ、このあたりしか、知らないんです。 N ホテルならわかるだろう。そこのコーヒーラウンジで、6時に会おう。念を押したとき、入り口の方に、ノ村ムラの丸い顔が見えた。ノ村ムラは、上背はさほど高くないが、腹が出ているせいか、実際の印象は、かなり大きく見える。その今日、秋葉は見慣れているから、何とも思わないが、知らぬ人が見ると、何か、その筋の人が近づいてくるような圧迫感を受けるらしい。 少なくとも、大衆を相手とした大手家電メーカーの広報マンとは思えないが、よく見ると意外に動顔である。それに世話好きで、切符も、いいところから、業界でもなかなかの人気者で、上司の信頼も厚いらしい。すまん、だいぶ、待、ま、った。大したことはない。会の方はもういいのか。一応、顔は出したから、パーティーの流れが銀座に来るかもしれないが、 この店には来ないから大丈夫だ。水割りにしましょうか。里見が訪ねて、野村は、初めて、里見が横にいるのに気がついたらしい。おう、ちゃんといたんだな。里吉は、意味がわからぬらしく、黙って、野村のグラスに氷を入れる。久しぶりだ。野村は、そう言って、軽くグラスを上げてから、言い直した。そうでもないか、この前は10日前だったかな。 新幹線から夕暮れの街を見ていると、急に帰るのが惜しくなってね。秋葉が行った時、里見が二人の間に割って入ろうとした。いやいや、君はそっちに座っていろ。野村は素早く手で制した。客が二人にホステスが一人の場合は、ホステスが二人の間に座るのが一応のしきたりになっている。それに気がついて里吉が動きかけたのを、野村が制したのは、 今夜は、里吉を、秋葉の横に、ずっと置いてやりたいという配慮からに違いない。野村は、体に似ず、そういう細かい気配りをする男である。野村さん、どこを浮気して歩いていたんですか代わりに、ママが、二人の間に割り込んできた。今日は、秋葉がここに来たいと言ってね。やっぱり、本当なんですね。ママは、大行に驚いて見せながら、改めて秋葉を見る。 ノ村ムラが来て、秋葉は、ようやく気持ちが落ち着いた。これで、周りに気兼ねなく、ゆっくりと飲める。とにかく、一人と二人では、座の賑わいが違う。ノ村ムラは、しばらく、ママと大声で話したり笑っていたが、ママが去ると思い出したように聞いた。どうだ、それで、そちらの方は別に、どうってことはない。なんだ。ノ村ムラは、 少し拍子抜けがしたらしい。また、顔を戻すと、新しく来た女性と話し出す。ノ村ムラと飲んでいて気楽なことは、お互い勝手に話していて平気なことである。お前は、お前、俺は俺、といった感じで、余計な気を使う必要はない。秋葉は、自分の飲むペースが、いつもより早いのを感じていた。夕暮れの東京の街を見た時から、飲みたいと思ったが、その願いが、 今一気に発散したらしい。さらに、新しい水割りを飲みかけたとき、マネージャーが、里吉に別の席に移るよう告げに来た。ごめんなさい。里見が立ち上ると、途端に、隣の女性と話していた、野村が振り向いた。なんだ、行くのか。もう少しいろよ。キョトンとしている里吉に代わって、秋葉が答えた。いいんだ、行っていいよ。しかし、 ノーラが心配そうな顔をするのに、秋葉は軽く手を振って、実は彼女とはもう約束をしたんでね。本当か、いつださっき、お前の来る前に、今度の土曜の夜に会うことにした。呆れたというように、ノーラは秋葉を見ていたが、やがてゆっくりと笑うと、相変わらず手が早い。いや、こういうところの女性とデートをするのは、 随分久しぶりだ。本当かな。まあ、どうでもいいや。野村は、少し投げやりに言うと、手に持っていた、グラスを突き出した。犬井坂月。何を。新しい、秋葉大三郎の恋のために。そんな大げさなことではない。里見に対しては、恋とか愛ということより、少し関心を抱いた、といった程度に過ぎない。言い換えると、 山で偶然目にした梅か桜の枝に軽く触れてみたいと思った程度だが、それは説明したところで分かってもらえそうもない。お前がここに一人で来ると言った時から変だと思ったよ。ま、午後、京都を出る時に降っていた雨は夜10時を過ぎてようやく東京までたどり着いたようである。秋葉と野村はま、4坪ほどのカウンターだけの店で、 三十半ばのママと、進撃の研究生の女の子の二人だけでやっていて、秋葉は古くからの馴染みである。ノ村ムラは、その入り口に近いカウンターに座って、水割りを頼むと、待っていたように聞いた。ところで、あの子と、本当に約束をしたのか。もちろん、おかしいか。別に、おかしいわけではないが、しかし、あの子をね、田舎臭く,くて、冴えないと言いたいんだろう。 若いことは確かだが、日頃、女にうるさいお前らしくもないと思ってね。そうまで言われては、秋葉としても反論せざるを得ない。確かに、あの子は、ああいう店では目立たないが、顔立ちは悪くないし、肌も綺麗だ。今は、まだ地方から出てきたばかりだから仕方がないが、磨けば綺麗になる。要するに、磨けばダイヤモンドになるということか。ダイヤモンドかどうかはわからないが、 ただの石ではない。ノ村は、呆れたというように、ため息をついてから言った。すると、お前が、その磨き屋さんになるというわけか。そんなわけではない。正直言って、秋葉は、今、それほどの熱意を彼女に抱いているわけではない。確かに、あの女は細すそ,そりして、お前の好みではある。秋葉はもともと細身で、背もあまり高くない女性が好みであったが、反対に、 ノ村ムラは、ややがっしりした、グラマーな女性が好きである。その違いをお互いに認め、相手の女性に関心を抱かないところが、長く友情を保ち得た一員と言えなくもない。しかし、お前も、盆栽をいじるような年頃になったのかね。盆栽そうだろう。あんな田舎っぽい女を磨きたいというのだから。大の男が、二人学を寄せ合って話しているので、不思議に思ったのであろう。 他の客と話していたママが、カウンターの奥から近づいてきた。お二人とも真面目そうに、お仕事の話ですか。それが全然違うんだ。この男が、新しい女を好きになってね。ノ村ムラが説明すると、ママが、き、えっと、すっとんきょうな声を上げた。秋葉ちゃん、本当なのそれ、どこの女性今、会ってきたばかりだ。もう、 デートの約束もできている。おい、寄せよう。秋葉が制したが、ノ村ムラは構わず。それがママにそっくりなんだ。細っそりして、胸がぺしゃんこで。嫌だ。サバの味噌煮が大好きだ。なあに、それ。今度のは若いぞ、23かな。へえ、秋葉ちゃんも、いよいよおじいさんになったというわけね。秋葉は、周りの客が気になったが、 ママは構わず、灰皿を取り替えながら言う。年齢を取ると、みんな、若い人が好きになるでしょう。ただ手を握っているだけでもいいなんて。この男は、そんなことはない。じゃあ、ますます大変じゃない。ああ、大変だ。今年一年は、その女にかかりきりだ。二人とも、ここを、千度とばかり空葉場を茶化かす。じゃあ、 その新しい恋の成功を祈って犬居坂月ね。ママは、自分のグラスにブランディを注ぐと、秋葉とム村のグラスに重ねた。でも、男の人はいいわね。いくつになっても恋ができて。そんな大層なことではない。ただ、あんまり田舎臭く,くてモテないようだから、飯ぐらいご馳走しようかと思っただけだ。それが、サバの味噌煮なの向こうが、食べたいと言うんだ。 せいぜい気をつけてください。サバどころか、今に何を食べたいと言い出すか、わからないわよ。銀座のホステスと付き合って、怖い目にあった話を、秋葉はいくつか聞いているが、里美が、そんな女とは、到底思えない。でも、そんなことになったら、今まで、の人はどうなさるんですか今までの人ほら、色い々ろい,ろいらっしゃるわけでしょう。ただ、 飯を食うだけと言ったろう。秋葉は苦笑しながら田辺文子のことを思った。彼女とは3年近く付き合っているが、秋葉が他の女性と食事をしたくらいで嫉妬するとは思えない。地下の小さなバーを出たのは11時だった。夜に入って降り出した雨は客の帰りを早めているようである。いつもは店が終わる11時半を過ぎて増えてくるタクシー乗り場の客も今夜は 早々に列を作っている。ノ村は、もう一軒行こうかと言ったが、秋葉は、それを断って車に乗った。こちらが頼めば、ノ村は付き合ってくれるが、彼は、明日は、仕事の関係のゴルフに行く予定がある。そんな相手を引きずり回すのは悪い。車のシートに持たれ、雨に濡れる銀座の日を見ながら、秋葉は、一つため息をついた。朝、京都のホテルを出て、 潜入時の近くにある鎌倉により、大学で講義をしてから、その足で新幹線に乗った。東京に着いたのは夕暮れ時で、急に酒を飲みたくなり、農村と会う約束をしてま。そこで、里吉と約束をし、その後、もう一軒場へ寄った。特に、大きな仕事をしたわけでもないのに、長い一日がようやく終わった、という感じがするのは、どういうわけか。やはり、 京都から東京へ移動したせいか、それとも絵にもなく、若い女性とデートの約束などをしたからか。まったく、雨の中のネオンを見ながら、秋葉は呟いた。今一人になって、冷静に考えてみると、あんな若い子に、恋をかけた自分が気恥ずかしい。もう少し年齢が上の、それらしい相手もいるだろうに。ノ村ムラが呆れるのも無理はない。急に魔が差したのか。とにかく不思議なのは、 先にま銀座で知っている店はいくつもあるのに、二度しか行ったことのない店に、一人で先に行くとは普通ではない。してみると、やはり、里吉のことが、初めから、頭の中にあったのか。おい、おい。秋葉は、コンコンと頭を叩いてみる。お前は、やっぱり、あの子が好きなのかだが、自分のことながら、自分でもはっきりわからない。 好きというには大げさすぎるし、と言って、ただ若い子と遊びたいというわけでもない。何か手元に置いて、守っておいてやりたい気がする。とすると、やっぱり盆栽をめでるようなものなのか。暗い車の中でつぶやいて、秋葉は、自分が急に老けたような気がしてきた。秋葉の家は、渋谷の南口から246号線を越えた先の南平台にある。駅から歩くと、男の足でも、十二 三分はかかり、いささか不便だが、当たりは完静な住宅街である。もっとも、最近は、周りにビルが増えてきて、秋葉の家の西側にも、八階建てのマンションが見える。それでも、都心に近い一宮に、百坪を越す土地と家を持っているのは、恵まれている方で、今売れば、二、三億にはなると言われたことがある。そんな高価な土地を、無論秋葉が買えるわけはなく、外務省に勤めていた父が、 全然ここに家を構えた後を引き継いだに過ぎない。もともと、秋葉に、金儲けの才能はなく、これまでも、真剣に儲けようと思ったこともなかった。おかげで、この家を相続するときには、大磯にあった土地を売って、税金をひねり出すというありさまだった。正直言って、秋葉には、今の家も負担である。固定資産税も高いし、庭も広すぎて、手入れに、結構お金がかかる。 できることなら、便利で用心のいいマンションに移りたいと思う。だが、77歳になって、なお健在な母は、ガンとして、この家を動こうとしない。あなたが移りたいのなら、私一人でも残りますと言われては、無理押しするわけにもいかない。そのまま住み続けているが、母と秋葉とお手伝いの女性の三人では、さすがに広すぎる。住宅難にあえぐ人が多い東京では、贅沢な悩みである。 だが、秋葉の妻と娘たちが一緒にいた4年前までは、さほど広いわけでもなかった。離婚して、妻子と離れ離れにならなければ、この広さが、適度な空間となって、バランスが取れていたはずである。それが離婚して、急に、家の大きさだけが目立つようになってしまった。奇妙なことに、家の広さを感じるとき、秋葉は、改めて、妻子が出て行ったことを生々しく思い出す。だからといって、 今離婚を後悔しているわけではない。当然のことながら、妻と母との間に、嫁と姑の確執があったが、根本的には、秋葉と妻とが合わなかったことが、原因である。妻は、それなりの資産家の出であっただけに、贅沢な女性であったが、同時に、気の強い女でもあった。彼女の考えが、正しく横島かはともかく、気性の強さには、いささか辟易した。別れた直接の動機は、 妻の浮気であったが、それは、様々な食い違いの果ての一つの誤りに過ぎない。秋葉はそう考えたが、すでに、そんな寛容さで、よりが戻る状態ではなかった。渋谷の家に遅く帰ってきた時、秋葉は、必ず勝手口から入る。表玄関の方は、中から門を開けてもらわなければならないし、鍵も二重で億劫である。勝手口から入ると、奥につないであるシェパードの頃が、 必ず甘えたような声を出す。コロとシェパードらしくない愛らしい名を付けたのは、妻と一緒に去っていった娘のアンズである。当時はまだ子犬だったが、今は、すでに5歳の政権である。よし、よし。秋葉は、コロに、軽く声をかけて中へ入る。母は、遅くとも11時には休み、それに鳴らされてか、お手伝いの女性も50半ばなのに、10日前には休んでいる。 二人が寝静まって暗くなった階下を抜けて、秋葉は、二階の書斎部屋がっていく。部屋は南向きで、昼間なら、そこから庭が見え、コロの姿も望めるが、今は、支柱が錆びた水銀灯の明かりが、一つ見えるだけである。背広を脱ぎ、ネクタイを外しながら机を見ると、その上に書き置きがある。午後三時、文秀社、村山様からお電話、原稿、明日お願いしますとのこと。 午後4時半、竹井教授からお電話、明日もう一度電話しますとのこと。午後5時、ラジオ東京からお電話、対談に出てくださいとのこと、明日もう一度。午後7時、田辺様。この続きが気になる方は、本を購入して読んでみてください。終わり。ここで約束をしているんだけど、ありがとうございます。秋葉さん、でしたよね。 ノ村ムラと二度しか来たことがないのに名前を覚えているとは、さすがママである。秋葉は背広の内ポケットから名刺を取り出した。今日は僕の方につけといてください。でも、ノ村ムラさんで構いませんよ。どうせあの方は毎晩飲んでるんですから。いや、今日はこちらから行きたいと頼んだのだから。ママは笑ってうなずく。まだ三十を少し出たくらいかと思うが。 若い女性たちの中で、一人だけ和服を着ているせいか、落ち着いて見える。顔は際立って美しいというわけではないが、豊かな表情の中に、聡明さが垣間見える。わざわざ来ていただいて嬉しいわ。どなたか、お好みの子でもいらっしゃいますか。そんなわけでもないんだが。秋葉は、ゆっくりタバコをきつってから、気がなさそうに言った。この前は、里吉という子だったかな。それじゃあ、 その子をお呼びしましょうか。ママは、防衛を手招きして、里吉にこちらに来るように告げた。秋葉さんは、大学の先生だったんですね。一応、そういうことになってるけど。名刺にある大学の教師の方は気まぐれで、本来の仕事は、文芸評論の方だが、そこまで説明することもないと思って辞めた。こんなところに、あまり来られる身分ではないんだ。そんなことはないでしょう。 ママは言葉で否定したが、内心では、案外、そう思っているようでもある。里美ちゃん、こちらよ。大いに連れられてきた女が、少し戸惑った表情で頭を下げた。間違いなく、この前、隣に座った子である。じゃあ、ごゆっくりなさってください。ママが立ち上ると、あとは、里吉と二人だけになった。秋葉は、自ら指名した照れくささを隠すように、 一つ空席をしてから、改めて里吉を見た。今日の里見は、胸元に白い飾りのある黄色と茶のチェックのワンピースを着ている。前回来た時はグレーのワンピースだったから、それから見ると、だいぶ派手にはなっている。多分、ママに、少し目立つものを着なさい、と言われたのかもしれない。だが、チェックの絵は、いかにも田舎臭いし、胸元の白い飾りも、赤ん坊の胸掛けに似て、 お世辞にもセンスがいいとは言いかねる。小柄なだけに、このまま街を歩かせたら、田舎から出てきたばかりの大学生と思われかねない。やはり、この子には、サバの味噌煮が似合うのかもしれないと、秋葉は内心苦笑する。この前、野村と一緒に来たけど、覚えているかなわかってます。あそこに座ったでしょう。里吉は、後ろのボックスを指さす。確かに、その席に、 秋葉は、里吉と隣り合って座った。はじめは、なんと冴えない女なのだろうと思ったが、眺めているうちに、意外に目鼻立ちが整っていることに気がついた。と言っても、特別美人というわけではない。ただ、鼻も口も、すべて、小ぶりで小さくまとまっている。秋葉が特に惹かれたのは、肌の白さであった。胸元は、リボンで締めて覗けなかったが、化粧気のない顔や、 グラスを持つ指は、透き通るように白い。君は貧血じゃないのか、と冗談めかして聞いたが、里吉は、真面目な顔で首を横に振った。当然のことながら、その肌の白さも、こじんまりとしているところも、前回の印象と同じである。まだ、ここへ来て、新しいんだろう。一ヶ月です。じゃあ、この前は二日目だったのか。ノ村と来たのは、確か、 10日くらい前であったから、そういう計算になる。銀座は初めてそうです。生まれは北海道です。秋葉はうなずいた。肌の白さといい、元気ないものの言い方といい、いかにも北海道の女らしい。何か飲んだら、あまり、飲めないんです。銀座でいいんだろう。もちろん、その方が近い。あの子は何と言ったかな ちょっと田舎臭くて頼りない。頼りないサバの味噌煮を食べたいと言った。わかった。里見だ。里見がどうかしたのか。彼女のいる間。いきなり、クラブの名前を言ったので、ノ村ムラは驚いたらしい。里吉に気があるのか。いや、ただ、この前聞いた話が、ちょっと面白かったのでね。秋葉が聞いたのは、ノ村ムラが、 里吉を食事に誘った時の話である。特に孤独というわけでもなく、何、気なく誘ったらしいが、その時、里吉は、サバの味噌煮を食べたい、と言ったらしい。駅の裏か、大学の近くの一膳飯屋ならともかく、銀座に、サバの味噌煮を食べさせるところはないからな。里吉を前にして、農村は苦笑した。だが、秋葉は、その話に、少し感動していた。 派手な女性の多い銀座で、サバの味噌煮を食べたい、という女は珍しい。秋葉は、その女の素朴さに惹かれたが、その時はそれだけで終わった。銀座並木通りの角に、外国の高級ブランドの商品だけを扱っている店がある。クラブ、ま、ま、そういえば、ここのママはやや丸顔で、かつて、ジョーフマノンに主演したセシルオーブリに似ていなくもない。秋葉は、 エレベーターを降りると、店の前に立ち、扉の右手にある小さな文字盤に目を移した。もともと、この店は会員制だが、中に入るには、この文字盤の中から決まった文字を選んで、指で押さなければならない。風の中の羽根。秋葉は、つぶやきながら、風台中台羽根と、文字を覆う。この六文字が、いわば暗証文字で、押し終わると同時に、内側から、ドアが開く仕掛けになっている。 この言葉も、ベルディの、風の中の羽のように、いつも変わる女心の一節から、取ったことは明白である。言い換えると、それを承知で入ってきてほしい、というのが天使の気持ちなのかもしれない。店はクラブと言っても、ボックスは、奥に二つあるだけで、縦に、長いフロアの中央に、S 型の大きなテーブルが置かれ、客たちは、その周りに、カウンターのような感じで座り込む。もっとも、 客同士が顔を合わせないように、テーブルの中央に、柱やボトルの小棚を置いて、巧みに隠蔽している。夜のクラブは、男の遊び場とはいえ、入る瞬間は、いささか緊張する。ドアを開けると、すぐ、ボーイが、いらっしゃいますと、声をかけてくれるが、同時に先に来ている客たちが振り向く。その中を、奥の席に向かう時の態度は、人様々である。何かはずべきことでもしているように、 目を伏せて入ってくる者がいるかと思うと、俺は、ここは馴染みだと言わんばかりに、状態をそらしてくるのもいる。また、知っている客がいるのではないかと、探る眼差しで入ってくる者も,もいる。できることなら、秋葉は自然体で入りたい。だが、農村に二度連れて来られただけの、馴染みのない店だけに、つい固くなる。お一人ですか後で、農村が来るはずだけど、 ノームラの名を聞いて、ボーイは納得したらしい。S 型のカウンターの奥まった席に案内してくれる。ボトルは、ノームラさんのでよろしいですね。ボーイは、そう言って、氷とミネラルウォーターを準備する。まだ8時前なのに、店はかなり混んでいる。若い子綺麗な女性を集めているところが受けているのかもしれない。クラブでは、席に座ってから、女性が来るまでが落ち着かない。 特に一人では手持ちぶさたである。こういう時、多くはタバコをくわえて、その場を取り繕おうとする。秋葉も、タバコをくわえて、ライターで火をつけようとした時、後ろで、ごめんなさいという声がした。振り向くと、ママがライターを差し出している。お珍しいわね、お一人でいらっしゃるなんて。八時に、ノームラと、でも、少しなら大丈夫だろう。里見が腕を伸ばして、 テーブルの上にあるボトルを取る。瞬間、耳から首への線がかいま見える。地打も白く、甲の怠けが、シャンデリアの明かりで光っている。秋葉は、それを見ながら、白い地打が赤く染まる情景を頭に描いてみる。無論、里吉は、秋葉がそんなことを考えているとは、思ってもいないようである。ウイスキーの水割りを作ると、あとは退屈そうに座っている。高い金を取るのだから、 女の方から座を取りなすべきだが、それを里吉に求めるのは、少し酷かもしれない。北海道は、どこに住んでたの手持ちぶさたを隠すように、秋葉がタバコをくわえると、里見がマッチをこすった。に、三度こすり直して、火を近づける仕草も、まだぎこちない。函館です。函館か、あそこは美人が多い。函館から松前、江差しに至る一帯は、 北海道の中でも、特に美人が多いところだと秋葉は聞いていたが、一度函館に行った時、駅前でカニを売っていた女の子が、綺麗なのに驚いた記憶がある。そこから、まっすぐ東京へ出てきたのか。千葉に少しいました。今、家はどこ勝時橋の先です。銀座に勤めている女性は、青山や四谷のあたりに住んでいる子が多いが、最近は、銀座に近くて、 比較的部屋代も安い下町の方にも増えたらしい。マンションか。はい。じゃあ、結構、お金がかかるだろう。でも、ここのお店の部屋ですから。なるほど、この頃は、店が住むところまで、用意してくれるのか。会話を交わしながら、秋葉は、里吉と二人だけで会うことを考えた。特に、農村に遠慮することはないが、誘うなら、彼の来ないうちの方が話ししやすい。 だが、いざ切り出すとなると緊張する。クラブの女性にデートを申し込むだけなのに、固くなるとはどういうことなのか。相手は、まだ東京に出てきて1ヶ月しか下手ない女である。秋葉は自分に呆れるが、その若いところが、帰って気になるのかもしれない。里吉は、この前来た時、23だと言っていたから、49歳の秋葉とは、親子と言ってもいいくらい年齢が違う。 そんな女に声をかけるのは初めてである。勝時橋からなら、店まで20分くらいかかるかな秋葉は、気持ちとは、まるで別のことを聞いた。夜、空いている時は、10分くらいで帰れます。そこのマンションに、一人でいるのそうです。こういう仕事に入って日が浅いせいか、里吉の答えは、簡潔すぎて、話の継ぎようがない。秋葉は、 グラスを持ち、中の氷を軽く揺らせてから聞いてみる。彼氏と会ったり、しないの里吉は、はっきり首を横に振る。その気真面目な否定の仕方から、まず本当と思って間違いないようである。じゃあ、食事は、ほとんど外で食べるのいいえ、大抵家で作ります。何を色々いろいろと、そこから、先は、 あまり答えたくないらしい。もう一杯、もらおうか。秋葉は、残った水割りを飲み干して、グラスを差し出す。里吉は、それを受け取ると、グラスにウイスキーを足し、氷と水を入れて、マドラーでかき混ぜる。その手元を見ながら、秋葉は、まるで他人事のように言ってみた。今度、一緒に飯でも食べようか。瞬間、里吉は、マドラーでかき混ぜる手を止めると、 わからないといった表情で、秋葉を見返した。君の好きな、サバの味噌煮でもいいけどね。本当ですか。もちろん。土、日か、平日でも構わないけど。里吉は、まだ、不思議そうに秋葉を見ている。光の加減か、近くから見ると、軽いおでこのようで、化身、渡辺淳一。春夜。新幹線が、多摩川を渡って、東京都内へ入った時。 街は、すでに暮れかけていた。秋葉大三郎は、この時刻の東京が好きだった。すでに、六時に、近く、ビルの窓や商店街の一部には、明かりがつき始め、道を行く車の多くは、スモールランプを灯している。大都会が、今、昼から夜に変貌しようとしている。四月の初めにしては、少し日の暮れが早いのは、上空を覆っている、雲のせいに違いない。それでも、 西の方は、いくらか風があるのか、ところどころ雲が途切れ、そのあたりだけ赤く染まっている。午後、京都を出るときは雨が降り始めていたが、本格的な雨雲が、箱根を越えて東京へ来るまでには、まだ少し間がありそうである。秋葉は、月に、二度、大学の講義で京都に出かけるが、その帰り、品川を過ぎて、都心部のビルが迫ってくるのを見ると、ようやく東京へ戻ってきたと、一息つく。 よく、東京の人には故郷がないと言うが、夕闇の中に喫立するビルの姿は、まさしく、都会という故郷が持つ懐かしい情景である。今、その全面ガラスで覆われたビルの一隅に、赤ね色の雲が映っている。その一黒のまだらの模様を眺めながら、秋葉は、東京駅へ着いてからのことを考えた。このまま、まっすぐ、渋谷の家に帰るには、少し心残りである。 せっかく都心を通るのだから、どこかで食事をし、軽く飲んで帰ろうか。春のぬくもりをはらんだ夕暮れの街は、通り過ぎていくには押しすぎる。だが、一人で食事をするのは、いささか味気ない。馴染みの店で、板前を相手にという手もないわけではないが、混んでいては、相手の方で迷惑かもしれない。窓を見ながら、秋葉は、東京駅の近くにいる友人の顔を順に思い出してみる。だが、 いずれも、50前後の働き盛りで、忙しい男たちである。これから駅について電話をしたところで、果たして会社に残っているか、たとえ残っていたとしても空いているとは限らない。こんなことなら、京都を出る前に電話でもしておくべきだったが、暮れていく街を見て、急に思い立ったのだからいた方ない。軽い食いとともに、秋葉が、有楽町のネオンを見ていると、ノ村平太の顔が浮かんできた。ノは、 秋葉の高校時代の同級生だが、今は、大手の家電メーカーの広報室長をやっている。文芸関係の評論をやりながら、時に、大学に講義に行く秋葉とは、およそ、別の世界にいるが、それだけに気軽に会うことが多い。忙しい男だが、あの男ならいるだろう。秋葉は、そう自分に言い聞かせながら、能村の後ろに、もう一人の女の顔を描いていた。名前は忘れたが、 頼りない女という印象だけは、妙に鮮やかに残っている。列車が東京駅に着いたのは、帝国の6時18分だった。秋葉は、茶のスーツに、肩にマフラーだけをかけ、右手に、小型の旅行カバンを持って、ホームに降りた。4月の新学期を迎えて、新しく大学に入った学生や、それに付き添う母親たちの姿が目立つ。ホームの中ほどには、 転勤していく人を見送るらしい一団が輪を作っている。秋葉は、それらの人混みの間を抜けて階段を降りると、新幹線の改札の左手にある公衆電話の前に立った。野村平太の会社の電話番号を確かめ、プッシュ本を押すと思った通り、野村は会社にいた。今、東京駅にいるんだが、今夜は空いていないだろうな。急に思い立っただけに、秋葉のいい方は、おのずと停止制になる。 これから、あるメーカーのパーティーに出なければならないんだが、どうしたんだ別に用事はないんだが、このまままっすぐかに帰る気にもなれなくてね。8時過ぎなら開くが、それまで待てるか。8時というと、これから2時間である。それくらいなら、どこかで潰せそうである。じゃあ待とうである。どうしただって、あんまり突然でおかしいから。おかしいか。 だけど本当だ。今週の土曜日はどうだ。何か用事があるいいえ。じゃあ、土曜日の夜、6時頃にでもしようか。君が一番わかりやすい場所はどこかなまだ、この辺りしか、知らないんです。N ホテルならわかるだろう。そこのコーヒーラウンジで、6時に会おう。念を押したとき、入り口の方に、ノームラの丸い顔が見えた。ノームラは、 上勢はさほど高くないが、腹が出ているせいか、実際の印象は、かなり大きく見える。その今日、秋葉は見慣れているから、何とも思わないが、知らぬ人が見ると、何か、その筋の人が近づいてくるような圧迫感を受けるらしい。少なくとも、大衆を相手とした、大手家電メーカーの広報マンとは思えないが、よく見ると意外に童顔である。それに世話好きで、切符も、いいところから、 教会でもなかなかの人気者で、上司の信頼も厚いらしい。すまん、だいぶ、待、ま、った。大したことはない。会の方はもういいのか。一応、顔は出したから。パーティーの流れが銀座に来るかもしれないが、この店には来ないから大丈夫だ。水割りにしましょうか。里見が訪ねて、能村は、初めて、里見が横にいるのに気がついたらしい。おう。 ちゃんといたんだな。里吉は、意味がわからぬらしく、黙って、農村のグラスに氷を入れる。久しぶりだ。農村は、そう言って、軽くグラスを上げてから、言い直した。そうでもないか、この前は10日前だったかな。新幹線から、夕暮れの街を見ていると、急に、帰るのが惜しくなってね。秋葉が行った時、里美が、二人の間に割って入ろうとした。いやいや、 君はそっちに座っていろ。ノ村は素早く手で制した。客が二人にホステスが一人の場合は、ホステスが二人の間に座るのが一応のしきたりになっている。それに気がついて里吉が動きかけたのを、ノ村が制したのは、今夜は里吉を空き場の横にずっと置いてやりたいという配慮からに違いない。ノ村は体に似ず、そういう細かい気配りをする男である。ノ村さん。 どこを浮気して歩いていたんですか代わりに、ママが、二人の間に割り込んできた。今日は、秋葉がここに来たいと言ってね。やっぱり、本当なんですね。ママは、大行に驚いて見せながら、改めて秋葉を見る。ノ村ムラが来て、秋葉は、ようやく気持ちが落ち着いた。これで、周りに気兼ねなく、ゆっくりと飲める。とにかく、一人と二人では、座の賑わいが違う。 ノ村ムラは、しばらく、ママと大声で話したり笑っていたが、ママが去ると思い出したように聞いた。どうだ、それで、そちらの方は別に、どうってことはない。なんだ。ノームラは、少し拍子抜けがしたらしい。また、顔を戻すと、新しく来た女性と話し出す。ノ村ムラと飲んでいて気楽なことは、お互い勝手に話していて平気なことである。お前は、 お前、俺は俺、といった感じで余計な気を使う必要はない。秋葉は自分の飲むペースがいつもより早いのを感じていた。夕暮れの東京の街を見た時から飲みたいと思ったが、その願いが今一気に発散したらしい。さらに新しい水割りを飲みかけた時、マネージャーが里吉に別の席に移るよう告げに来た。ごめんなさい。が立ち上ると途端に 隣の女性と話していた、脳村が振り向いた。なんだ、行くのか。もう少しいろよ。キョトンとしている里吉に代わって、秋葉が答えた。いいんだ、行っていいよ。しかし、脳村が、心配そうな顔をするのに。